おはようございます。今�朝7時3分、日本時間で夜の10時、眠いです。今日はマスターズオブイリュージョンの、撮影日なので、朝9時入りなので、今もう起きて準備して、もうシャワー浴びて、全部やって、まあ1時間後には家を出ます。今日の朝食は野菜スープです。そして、今日は、ちょっと頑張らなきゃいけないので、ここにベーグルを焼いてます。好きなのはシナモンベーグルね。あんまり炭水化物を取ると眠くなっちゃうんですけど、今日はね頑張るつもりがあるんで、ちょっと好きなやつを食べとこうかなと思って、マジックの道具を、あれ、あ、そうだ、マジックの道具、これだ、僕のベーグルができた。一応ね、衣装とか、スーツケースが並んでますけど、今日これから頑張って仕事するぞって言って、またね、いろいろとビデオ回したいと思いますけど、うちでね、撮影してる最中ちょっと撮れればいいけどな、ということで、頑張ります。イエイ。どうも、お疲れ様です。ということで、今朝8時5分です。もう高速道路走ってますけれども、僕の住んでるエリアから、車で大体30分ぐらいの場所にあるスタジオに行きます。場所はバーバンクというエリアなんですけれども、まあ、ディズニーとか、それからワーナーブラザーとか、いろんな会社が、そこにやっぱり陣取っていて、まあ、ユニバーサルスタジオハリウッド、それからバーバンクというエリアはもう本当に撮影の街なんですよね。そこの中にあるスタジオに向かっているんですけど、朝9時入りということで、予定通り、1時間前に出ました。でこれから、まあ、30分ぐらいで走るんですけれども、まあ渋滞しても9時ぐらいには確実に着くでしょうし、まあ、9時入りっていうのはアメリカ人感覚の9時なので、まあ、実際の入り時間は9時半とか10時ぐらいでいいんですけど、まあ、パフォーマンスということで、ショーでやる演技のセリフの練習をしてたら道を間違えました。ということで、今フリーウェイ、高速道路から降りて急いで、逆向きに乗り直して道を戻ります。うん、セリフを英語でやるのは久しぶりなので、ちょっと練習してたら迷った。はい、ということで、高速道路を降りて、普通のローカルの道を走ってます。ここら辺は詳しいんですけど、ちょっとスタジオがどこら辺にあるのかね、ちょっと頑張って探してみたいと思います。ということで、まずはスタジオの場所を確認しに行きます。こういう時ね、大事なのは荷物を持って動かないことね。やっぱりコロナの関係でアシスタントも本当に必要でないんであれば連れてこないでくれというふうに言われてました。ほとんどのパフォーマーがアシスタントなしで自分たちで作業しなければいけません。ということで、黒い場所がですねスタジオだと思うんですけども、とりあえずあそこに行って確認して、もしそこで間違いがなければ仕事をしていきます。ということで、また後で回したいと思います。お疲れ様です。疲れないように気をつけないと。ということで、マスターズ・オブ・イリュージョンのスタジオに着きました。これから、スタジオに入っていきますけど、一応大きな、あ、ここなんかお菓子があるところです。たくさん食べ物があって、そしてこれがスタジオに入ります。スタジオがこっちですね。ここがスタジオです。ですよ、ここで収録しますよ。今ケーブル乗ってますけど、ここで、いくつかの作品をやる予定でいます。そしてスタジオから私、僕の控室がこちらです。ちっちゃいですけど、とりあえず動画も入れてあります。 No, no, no. That's on you. Okay. お、なんか呼ばれた。そろそろ撮影が始まりますよ。もういろんなものにもう、ね、スタッフがいて準備ができてますけど、部屋にいると疲れちゃうので、ちょっと表出てみましょう。実は僕の部屋の向かいがテックブースです。オーディオブース。ジェフ・ホブソンさんが撮影中です。ジェフ・ホブソンさんね、すごく有名なマジシャンの方で、
もう本当に世界中で活躍されています。そして廊下で1人休憩中、2人休憩中、はい、僕は4作品やる予定で、それをセッティングした状態で、待ち、だいたい仕事で、まあ、プロのパフォーマーの人の仕事はだいたい待ち時間です。これを待ってる時間が仕事です、ね、できるだけ力を抜いて、できるだけ労力を使わないで、できるだけ力をセーブするんだけど、いきなりドア叩かれて、じゃあ2分後にお願いしますで、スイッチを入れるというね、この力の入れる、オフする、入れる、オフするのこの繰り返しがね、うまくないと、1日やってると疲れちゃいます。できるだけだらーっとこういう感じでね、適当な撮影なんかしながらこなしてるといいんではないかなと思います。ということで、また後で回しますね。ここはマイク屋さんで音響設備があります、ね、モニターがあってね、すごいです。実は僕のベルトにももうすでについています。ね、I'm ready. That's what I'm gonna say. ということでお疲れ様です、マスターズオブイリュージョンという番組の収録が終わって帰ってきました。あ、なんかもう撮影はね、当然のことながら僕ビデオ回せないので回さなかったんですけれども、とりあえず、金魚出しました。しかも、長年やっていない方の手順で、出したんですけれども、すごく評判が良くてというか、すごいリアクションを得て終わったので、ちょっと残念ながらね、終わった後一気にバタバタしてスタジオを後にしなければいけなかったので終わりましたが、これで、終了になります。あとはまあ写真とかとその他の映像は後日出るかもしれませんし、出ないかもしれませんけど、またなんか海外でやるときね、いろんな国行ったときには、ビデオ回すようにしますので、また、お届けできる日が来るんじゃないかなと思います。ということで家に到着しました。お疲れ様でした。さあ時差込みがあるので、もうヘトヘトですが、これから休みます。